はい、皆さんこんばんみ、グッズでございます。今回も久しぶりね、タコリタミーツポテトをやるんですけども、まあ忘れてたわけじゃないんですけども、いろいろねやることがあってできませんでした。ほんでちょっとね、文字速度とかが微妙やったので、まあ、見返してみるとちょっと調整して、オートプレイで読み上げ、まあ、読み上げるのかな、まあ、でどこへ向かえばいいんだ、一応オートプレイでね、私に聞いてどうするの、陸のことならあなたの方が詳しいでしょう。あ、ちょっと待って、その前にさっきから思ってたんと、タコリタ、あんたその格好で歩きにくくない、ちょっと待って、この前に、なんでこうなってるかというと、まあ、エピローグとチャプター1に関しては、このね、紫の女子、タコの姫様、この姫様が毎日の食事に飽きてしまったから、陸に上がって新しい食べ物を探すって話ですね。で、相棒がお供のメルと一緒に行くんですけども、メルはね、下半身が魚やから足がないんですよ。で、このタコの姫様の魔法の力によって何か失う代わりに足を、復元させるっていう話だったんですね。で、その代償に、まあ、声をなくなるんですよ。まあ、陸に上がってる間声が出せない。それから歩けるっていう話です。そうだな、パーティーに行くようなドレスだし動きづらくねえの、確かにそうだな、乙女の下半身は機械みたいな、それはお前がそれか、自動で見てたからな。それとこれは別よ、というかもうそのこと忘れてちょうだいって。あ、そうか、知らんのか、いいな。見て、あ、そう、タコの足やから8本ぐらいあるのちゃんと自称しろって、お前ら謎だらけじゃん。まあわかるわ。そういうわからなく来るのかな。結局お前が持ってる幻の食材ってどこにあるんだよ。俺にとってこの辺お庭だし、幻のものなんてねえから、最もはっきりした目的ないと。あ、な、ちょっとこれ、ちょっと待って。早い。ちょっと早いよな。でもオートプレイこれ以上無理だな。開けるわ。それも1位あるわね。でも幻の材料は、この近くにある気がするわ。なぜそう思うの？実はさっきから胸がドキドキして、これは恋の予感しかない。どういうこと？何の恋の予感？ベルどうした？恋、何それ、美味しいのか？まあまあそうね、ここよ。何こうドキドキしてんの？キングみたいになってんで。タコリタ姫は突然足、読まれへん、流行りになるわ。ここは草しかないだろう。あ、そう。ここらは何をドキドキしてる、これ。何をドキドキしてる。芋じゃないの、これ。なんで、やっぱり草しかねえじゃん。違うわ、草じゃない。もっと下。そう、土に埋まっていいの。あ、じゃがいもか。おお、土の中とか、なんか宝物みたいかっこええな。まあな、確かにな。つまり、ここを掘るのか。あ、メルできた。出番よ。メルメル。そう、この姫さん、メルメルって言ってんの。あ、ここ、喋らねえからな。早速、メルは土を掘り始めます。そして、すぐに、すぐになんだ。あ、じゃがいもやんだよ。じゃじゃーん、来た。じゃじゃーん。これよ、これだわ。これ。あ、そう。じゃがいもにときめいたのか。幻の食材という割には不細工だな。お前ら知らんのか。ダメよ、出の。それを言っちゃう。どういうこと？見た目なんて関係ないわ。これをあげれば美味しくなると私の考え言ってるのよ。お前知ってるんじゃねえか。これをあげるの。お前らも知らんのかい。イナなら何かいいアイデアが来ないかしら。あんたの才能が頼りなの。このまま揚げるよりも細かくしてから揚げた方がいいかな。その方がサクサクになると思うし。あ、来た、ほんと。だんだん可愛くなってきたと。こいつも喋りたいことがあるんだろう。確かにな。無視していいのは無視かい。それはベルベル悪いんだが、確かにな。喋らない代わりにって言ってたからな。お前って本当に残念な大人だなって。
とにかく任せるはいいな。任せて大丈夫か。そのタコリタが言う革命的な味がなんてわからない、読めなかった。早いな、ちょっとまだ早いな、ちょっと待って、まだ早いな。これもうなくせられへんねんな。これでだから細かくするのはね、なるほど、小さく細切ったのね。これなら口を大きく開けても簡単に食べらそうだわ。よし、切り終わったわ。あ、細かすぎてるな。あ、ポテトあったやん。素敵、ワクワクするわ。これで話終わるんじゃねえの。じゃあ、油を準備するわね。なあ、タコリタの寒天当てになんのか。確かにな。メモ言ってるよ。あ、姫様が間違えることはありません。姫様は素晴らしいお方ですよ。魔法だって使います。なるほど。お、なんかお前と初めて会話した気がするな。なんや。なにどうした。ごめん、俺お前の字がわからんね。わからんのかいな。読めんのかい。いや、レッツフライ。いいね、レッツフライ。すげえドキドキして、すげえときめいてるよ。ときめいてるじゃんか。あー、すげえ、言おうとしてんな。うわ、火が通って綺麗な、黄金色になってるわ。金色かな。まさしく幻の色、革命的な料理ぴったりの色ね。まあな。上がったら油から取り出して完成ね。あ、ちょっと待って、上で手をこすればもっと、ということしようかな。しようじゃねえ。何振ってんの。何それ、あんたの車、塩分入ってるから、もしかして。塩分入ってるからじゃ。不思議なよ。お前、絶対、塩落としたやろ。どうしたメルメル。泣いてるな。筆談してみたら、俺、彼の字文字が読めなくてさ、そっか。海底国の文字は、あ、違うのかいな。それよりこの匂いはなんだ、すげえうまそう、確かにな。究極の革命的な味に違う。これで話終われそうやけど。おお、言ってるよ。準備はいいかしら。準備、なんかね、わあ、なんかまずそうな予感すんな。ああ、すげえ。星3つついた。なんだこれ、野菜か。でも、いつもの野菜の味じゃねえな。そもそもあんたは野菜なんて食べないでしょうっていうの。でも、これは確かに初めての味ね。中毒になりそう。ハートすげえ。タコリタ、あんたの感じすごいのね。ふふふ、これでこそ私の求めた究極の革命的な味を。革命的っていうのがよくわかんないけど、確かにうまいけど、これで冒険終わりってことか。大冒険って言われには短い旅だったの。確かにな。え、まさか言ってると。なんか文字暗いねんけど。これはベースよ、ベース。これを改良して、そう、もっと美味しくするだけ。これ以上美味しくなんのかな。塩入れてるやろ。チーズとか乗せるつもりなのかな。気に入ったわ、これ。でも、これってなんていう料理なの。フライドポテト知ってるんかいな。まさか今決めた名前じゃない。そうよ、今決めた場合には、ちゃんと名前、ネーミングちゃんとしっかりしてるんだ。でも、これは美味しいや、もくもく食べてんな。うわ、なんかポテト食べたなってきたな。ん？どうした、どうした。あ、これからどうす考えだな。行くわてがな。今ポテトがさ、元に戻ったけどな、分からんけど。今度の辺りのことか。ん、海があるだろう。あとは火山と森もまだ深いぜ。まだ早いね。で、どこへ行くんだ。これはやめられねえや。あー、そうやな。入ってないよな。
私が見始めたフライドポテト美味しくて読めないに決まってるでしょ。あんたたちね、食べてばっかりないで、さっさと先を、行き先決めないましょうよって、まだ食べてんのかい。すげえな、めっちゃ食べてんだけど。唐揚げと一緒だった。ごめん、色が。スゲコ探しに行くって言ったら、それもそうね。わっ、洗濯入った。これ分岐するっぽいねんな、ここで。森に行くのか、滝があるっていうのが、滝を面白せん。滝行こうかな。案内しようよ、これ滝行こうだな。本当に水が好きねって、滝って本でしか知らないけどやっぱり水が多いとこなの。魚やからね。本でしか知らないってやっぱり変わってんな。しょうがないでしょ、海底に滝なんてないのよ、全部が水の中だから。確かにもうちょっと相手のこと考えた話だった。で、魚に向かって言ってないからな。しょうがねえな、分かったよ、物分かりがいいやつ。チャプターさん入ったな。落ちる落ちる。うわうわすげえ綺麗。書き方書きうまいな。ちょっと絵本っぽくてさ、塩みたいだけど。うわこれはなんてどうだ、すげえだろ。タコリタ姫たちはデヌの案内で大きな、滝の上流へとたどり着きました。空気もいいし、このまま飛び込んで水の流れの、まあ、上から下へ泳いでみたいわ。このだけ、でもこいつはタコと魚やからいけんじゃねえの。あ、いけそうやな。ほら、メルもそうしたいって、したいってって言ってんのかな。海の生き物だから怖くないの？確かにな。飛び込むのは無理だろう、確かにね。そもそも俺は泳げないし、まあ、出るのはな。あら、そうなの。陸で泳げるものの方が少ないのかしら。私はちょっとなら泳げるわ。出るのはずっと練習をサボってたから、そう。別にいいだろう。しない場合というか、今は、陸の上でしょ。何の話だ、何の話？下まで行ってみない？このまま水に飛び込んだ方が早そうになろうね。え？入る？あ、入った。あ、そうか、出るのが足滑らして落ちたんか。メルが助けるか。おお、どうなる？あ、いった。いった、メル。ここはどこだ？そうだ、俺は滝に胸が苦しい。サマーって言って、あ、そうか、喋れんねや。誰だ、俺を呼んでるのか。でのサマー。そう、海に入ったら、足が元に戻る代わりに声が喋るなんね。すげえ、キランキランって。大丈夫ですか？ボイス入った、嘘。全部ボイス入っといて、声がすごいかったけど。怖い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 。低い。怖い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 。ってか、なんか、なんかときめいてるから。これは、落ちたわね。何が？メルってあんな子やったん？怖い怖い。確かに誰か落ちたけど。というか、なんでそれ喋るようになったの？確かにな。やっぱり声の第一印象は大だから、演出を、あ、変えた。待って、どういうこと？すごいな。という感じって何？だこれ何やるか、たくらんでるの。恥ずかしくて気持ちを合わせないデノの心の声を私が弁解しましょう。
目を開けたら彼がそこにいた。太陽に光を浴びて彼の髪が美しく、何の話してるこれ。大丈夫、ドクドク言って。大丈夫ですか？そのあたり、クジクシな声。聞いた途端、腰が痺れてる。ちょっと待って、待て、待て。またこういう話になってる。不思議な気分だ。おいおい。胸が苦しい。でも彼から離れたくない。俺は一体、何やねこいつ。どうした、どうした。そんな、デノが、あのデノが、そういう驚くが。心がそんなに乙女だ。そういう、そこか。彼は逃げられないわって。恋の呪縛。おい、何を言ってる。あ、メルガーさん。あー、だから、普通に戻った。デノさんはさっきからまたご飯なく出て、熱でも出たんでしょうか。ちゃんと応援するわね。ねつ恋してるが、何を話し、何の話してる。彼は乾かすの手伝ってください。そうね、でも風邪ひいてたからやったかい。腰がしびれて歩けないのにね。どうしよう、メルはここでまでゼノンでも運べないかしら。まあ今、水から出るのはちょっと確かにな。喋らんなか。ああ、ズボンか。半身丸出しの変態だったのね。確かにな。こういう話多いな。ああ、魚やからな。え、メルって遅かん、さっきから言ってるやんけ。たまに食べたかなほどいつもいそうに置いてんのに。食べたくない。でも困った、デノって軽くはないし、確かにな。私二人で引っ張るしかないかしら。そんな、デノさんは買いそうじゃありませんか、物扱い。ほらほら聞いて、全く脈がないわけじゃないみたい。どういうこと？どういうこと？どうしよう。応援するしかないに決まってるでしょ。何の応援？そうだね。ちょっとどういうことや。ああ、もう。またまた、ああ、そうやな。あ、ごめん。ではお願いします。では言うてな。タコリタ姫たちは洞窟を見つけ、そこに怪我をしてデノを運びました。ビレッジ住んでよかったわ。さっきからやけに静かね、らしくないわよ。確かにな。あ、もう喋らないのか。何か言いたいのはメルメル。髪がいてる。落ちた時、腰に打撲を打ったみたいなので優しくしてあげてください。優しいな。デノ様はかなり怖かったみたいで、あれからずっと余ったままですし。なるほどね。海の生き物としてデノ様を水を嫌いになってほしくないのです。ああ、優しいとこあんな。だそうだわ、デノ。なんか、欲しいから大声で喋っちゃダメですって言って今更じゃそういう問題な。デノはメルって優しいんだなって言ってるわ。喋らないなと。メルはデノ様を大事なお母ですかと言ってるわ。なんで勝手に。いや、どうした。叫び声が潰れたんだよ。あー、喋らない。声が枯れた。メルメル、ん？当然何か思い出したらしくて、メルは外へ向かって走り出しました。どうしたの？
私にもさっぱりよ。それよって何それよりって何何何何怯えてるやんけ。はっきりさせないといけないことがあるわって目がやばい。あなた落ちたの？落ちてないの？どういう意味や？滝が落ちたの？お前も知ってるだろ。そういう意味じゃないわ。ベルベルに、ドキッとしなかった。いやいや。あの声に衰えてドキッとした意味だ。あ、急にの声出したらな。腰が痺れたでしょ。打撲のせいでな。顔が赤くなったのは、エースのせいだろ。面白くないわ。全部キャカよ。面白くない。お前が面白かった。まあまあ、とりあえず夕飯の準備しましょう。ちょっと話が。さっきメルがたくさんの魚取ってくれたわ。あとフルーツもあるわ、ね。魚が魚。お帰りメル、どうしてさっき慌てて出ていたの？何か取ってきた。これは草。見たことない草だけど、これは海でよく、解熱剤として使われてる海藻。あ、海藻じゃなかった。万回のこともあるだろうと思って海から持ってきました。先ほどのさっき毒の外に置いてきていましたが、これで薬を作るの。変な薬作んじゃねえよな。私は海の中でないと薬は作れないから無理ね。無理じゃん。これでルナ様を楽にできると思ったのですが、失敗でした。諦めの早いわ。私の勘がこれは料理に使えると言ってるわ。なんでやねん。どういう勘やねん。ねえ、天才料理いいな。あなたなら料理法がわかるはずよって勝手にか。そこまでやるしかないわって。ちょっと待って。調味料じゃないな。ああ、乾かすともあるのか。イナは自分の才能を最大に発揮し、ひらめきを、あ、まあ、ちょっといくつかのアイデアひらめいたわ。さすがイナ。ソースにする方法分かったわ。ちゃんと作ってみろ。あ、どうやってソースにするの？あ、火めっちゃ綺麗だけど。お前らも食うんか。これは、素晴らしいわ、いいな。食材は何でも美味しくする魔法使いみたいや。あ、ごめん、またくなった。え、へん。ずっと放置するからな、暗くなんで。これで出るのが、治ると思ってみたいだけど。陸の生き物には、ゲドガチクかどうか、解熱剤としてな。でもこれだけ美味しく食べるんだから、体にいいのではないかしら、確かに。そうよ、お腹いっぱい食べ、十分な睡眠さえ取ればすぐに治るわよ。それが一番やね。今日はもう寝ましょう。メルメルは今日は頑張ったのだから、ちゃんと寝るようにね。私も作戦を練る時間が何を企んでる。これは、あ、ちょっと待って、ここまでするわ。ここちょっと待って、一回ちょっとここまでにして、今回以上です。結構面白かったな、ベルの声がさ。まあいいや、クスでした。また見てな。もうポテト食べたくなるな。今、もう M も L も復活してるらしいから、この先ちょっと気になんねんけど、まあ、こっからもう一回やります。以上です。また見てな。じゃあねー。